はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日の動画はですね、今置いてるこれ、今置いてる準備してるこれを使った変な言い方、これを使ったアートをやっていきたいと思っております。このちょっとブルー系のと、ちょっとこれ反射してるけど、このナゲット、これずいぶん昔に買った100均のナゲットなんですけど、こちらを組み合わせて夏っぽいデザインを作っていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ最後まで見ていてください。じゃあ早速動画いってみましょう。どうぞ。はい、ということで、とりあえずこの辺を使って何かしらやっていきたいと思います。ちょっと海っぽい感じの雰囲気をイメージしてやりたいので、ちょっと青系で揃えました。で、本当は白が使いたいんだけど、なんか廃盤だよね、だからちょっとやめといたんだけど、まあ白があれば白を使ってもいいかなと思います。で、なんとなく白を使いたいからって言って、アイシングジェルの白を引っ張り出してきたけど、使うかどうかは分かんない。まあとりあえずこれでやっていきたいと思います。さあ、どうするかな。ちょっとね、あんまり結構ノープランな感じなので、ニュアンスでいきたいんですが、オーシャンブルー、これ一応マグネットなんですけどね、オーシャンブルーと、までね、これと、まあちょっと一旦、なんだろう、本当は水面というか、なんか海感を出したいんだけど、出せないから、海っぽい色で、で、マグネットなんで一応動かしてみる。ちょっと動きが悪いとね、噂のやつですけど。で、ちょっとハケは拭いてから戻す。で、ちょっとアート用の筆でこの辺は、どうしようかな。アート用の筆じゃなくて普通に、ほらほら、もうめちゃくちゃ迷ってるでしょ。何も考えてないんだよ。もう完全に今日は行き当たりばったりデザインなんで、私がなんかデザインを考えてる時みたいな感じで見てもらえるのが一番いいかもしれません。新しいデザインを何かしら考えている時的な感じです今。うん、なんかでもすごい、何、めっちゃ綺麗で、私のお得意の斜め塗りで、ちょっと攻めて、入り込んで攻めて、うわ、綺麗。うん、ハケ拭いて、ちょっとここはうわ可愛い。で、ちょっと一応マグネットだから、せっかくなんで、まあ、私が持ってるやつで動かしてみる。まあでもこのあんま動かないんで、別に動かさなくてもいいんですけど。あー、でもなんか奥行き出たね、奥行き出たね、うん、なんとなく奥行き出たね。あ、いいんじゃない。じゃあこれで硬化します。はい、来ました。じゃあこれをちょっと使いたい。ちょっとやっぱこれ使わないかもね、多分。で、これ使いたいんですけど、未硬化ジェルがないといけないから、ちょっとないので、ベースを薄く全体に塗ります。めちゃ可愛くなったんですけど、でもやっぱ白がいいな。このミントブルー、ミントブルーを先端にちょっと乗せたんですけど、それは白が良かったな私。はい、硬化します。はい、ではここにこれを、まあちょっとだけ、ちょっとずつ乗せたい、なんかたくさんはいらないって感じ。これ結構いろんな色なので、これも結構前に買ったやつだからもう売ってないのかな。ペラペラのフレークなんですけど、結構前だからな、何年前ぐらい前だから、わ、すごいよ。なんか海っぽいのをイメージしたんだけど、割と色が濃いめになったから深海風だなと思ってたんですが、ちょっと天然石っぽくも見えてきたな、だんだん今ね。いろいろ変えていこうとしている最終形態を。まあでもフレークこのぐらいでいいかな、あんまりやりすぎるとくどくなっちゃうと思うので、このぐらいに。ちょっと一回これは、あ、入らないじゃん、これ一回しまって、でこうです。え、めっちゃ可愛いよ。で、これをもう一回ちょっとトップしようかなと思います。
で、ベース&トップで、でですよ、去年とかから貝殻っぽいネイル流行ってたじゃないですか。クリアの透明で貝殻みたいな線を引くみたいな、あれをやってもいいのかなと思ってるんですけど、どうかな。もうこれはこれで十分なので、一旦これが好きっていう方は、まあこれ後でね、あのトップちゃんと硬化したやつをお見せしますので、その時にクッションか何かしてください。一回ちょっとやってみようかなって思います。なんか夏っていいですね。夏ってすごい好きだな。暑いの苦手だけど。はい、硬化します。マット仕上げめちゃくちゃ素敵なんですけど全部素敵なんですけど、あの今日は完全ノープランでやってるので、とてもとても私は驚いてます。さっきから可愛くって、はい。でマット仕上げこの状態で終わってもいいですね。なんか和柄っぽい、なんかそういう雰囲気を感じます。もしこれで終わるなら、まあ、全部この色でこういう感じの模様を、なんか模様違いでやるといいかな。このブルーが たくさんとか、逆にこのミントブルーがたくさんの指があったりとか、この白がもっと乗ってるとこがあったり、もっと乗ってないとこがあったりって感じで全部まとめてもいいのかなと思いました。いかがですか。はい、じゃあ次いきますこれはこれでスクショして、かわいい、もったいない今からやるのが。はい、アイシングジェルのクリアです。これでさっき言ってたなんか貝殻みたいな感じのやつをやりたい。見て、すごい少ない。新しいのなかったかな私。うん、新しいのなかったんで、ちょっとこれで頑張っていきます。じゃあピーコックの線をこう何引いていくみたいな雰囲気でやっていいんでしょ。でここに集めたいから、ここになんかこういう風に、足りなくない、足りないと思ったら別にアイシングジェルじゃなくてもいいと思うよ。細かすぎるかな、ちょっともうちょっと太い方がいいかな。スタートだけもうちょっと太くして、ちょっと真剣、かわいい。このツヤとマットの違いがあることによって、なんかすごいぷっくり描かなくてもこの線がよく分かっていいかも。これをやった場合、他の指ってどうする？でもこれちょっとさすがにこれを全部やるのは大変だし、ちょっとやりすぎな気もするから、これ全部別にやらなくていいと思うんですけど、そうなった場合、これをやらなかった場合ね、今私がこの線を引いてるこれをやらなかった場合は、さっき言ってたなんていうの、模様は全部あるんだけど色違いみたいな感じでやるのがいいのかなって言ったんだけど、この場合は何がいいと思いますか。何がいいんだろうこの場合は。ちょっと今これやりながら、あと硬化してる時もちょっと考えてみよう。え、ちょっと細かくやりすぎた気がするけど、かわいい。わあ、一回硬化します。はい、すごく可愛くなりました。で、どうします、他の指。これちょっと全部やるのはやっぱね、激しい気がするんだよね。どうなんだろうね。なんかここに使ってる色でワンカラーとかにするのか、あえてこれはまあ一本、まああともう一本ぐらいやって、あえてゴールドのラメとかギラギラにしちゃうとか、どうですか。で、あ、ちなみになんですけど、なんかここに線を一気に集めてきたでしょ、だからここに何か乗せたくなっちゃったんですけど、乗せてもいいですか。あと乗せすると、今から乗せるとなんか取れやすくなっちゃうと思うので、実際はここにね、ここにこの線を集めてくるんだって想定して、先にここにパーツを乗せるのが正解だと思うんですけど、ちょっと今思いついちゃったからやらしてほしい。このブリオンみたいなやつをさ、こうやってくっつけたらどう？どう？これで。ちょっと一回固めます。はい、ちょっと乗せちゃった。これの方がなんか締まりますね。グッと。はい。で、さっき言ってたデザインなんですけど、どう？でもなんか今の私のこの感じでも合う気がしてるので、これをまあ2本ぐらいやって、他はこのブルーに似たパーツをちょんちょんちょんって置くとかでもいいのかもしれないなって今ハッと思いました。以上です。はい、ということでですね、こんな感じで出来上がりましたが、いかがでしょうか。いろいろ2点3点してこの仕上がりになりましたけど、私は大満足です。でさっきも言ったんですけど、これはこのなんていうの、一旦トップ塗りますの前に
もうここに乗せるんだって決めて乗せてトップを塗ります。でその後にマットを塗ります。はい、でその後に線を引きます。でマット塗ったらここはマットになっちゃうじゃんと思いますが、ここも後からツヤのトップを塗ればツヤになりますので、そのような感じでやっていただければいいかなと思います。はい、で今回は海をイメージして色をねブルー系にまとめましたが、結局この線を引いたことによりなんか貝殻っぽい感じのね最終的にそういう仕上がりになったので、別に青じゃなくてもお好きな色で緑とかピンクとかパープルとかベージュ系とかなんかその辺でやっても可愛くなるんじゃないかなと思いました。ということで今回ですねちょっとグダグダとあんまりデザインちゃんと決まってなく始めてしまったのでこんな感じになりましたが、いかがでしたでしょうか。楽しんで最後まで見てくれたら嬉しいなと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。